おはようございます。あれ、デイいくつだっけ？ 忘れた。デイ20。11月12だからデイ22ですね。ここはどこ？ロビンフットリゾート。ハイカー割引ありがとうございました。土曜日にもかかわらず。ということで、今からボンズに向かいます。歩いては45分、ヒッチハイクすればすぐで、その後レインボーレーンっていうトレイルアウトしたとこに何とかしてヒッチハイクで行きたいと思います。それでは行きます。やりました。無料シャトルバスゲット。やったやった、ボンズ。大変だな、このハイカー生活。わかんないことだらけ。だけどハイカーディスカウントがあったり、ラッキーやわね。さて、ボンズで買い出し終了。今現在9時半ですね。トレイルに戻りたいんだけど、どうすればいいかな。ヒッチハイクしかねえかな。火曜日に天気が崩れて雨か雪が降るから、それまでに街降りろよ、降りた方がいいよって言われました。いいよみたいな。ライトウッドかカホンパスみたいな。ああ、現在そんなところです。難しいな、ヒッチハイクは。バスはうまく捕まったけどな。どこでヒッチハイクすればいいかね。昨日おばちゃんに教えてもらったなんとかポンドの桟橋をちょっと気分転換に歩いてます。さあ、食料とか物は揃ったけど、バッテリーも OK だし、どうやってあの辺鄙なトレイルヘッドまで戻るかな。ちょっとね、そこ路肩が狭くてヒッチハイクやりづらいんだよね。See you later ね。こっちから南に行くみたい。See you。超ラッキー。トレイルに戻ってきました。急に現実世界に引き戻されるみたいな。ありがとう、ランドクルーザー。すごいラッキーだったな。ちょっと待ってよ、寒っ。それではとりあえず歩き出しますね。昨日ここで朝何時か忘れた、拾われて街降りて、今日はウォーターがキャッシュしたんだ。昨日のおばちゃんが置いてったのかな。戻ります。現在時刻10時50分。あ、結構いい時間に戻ってこれたな。いや、本当にドキドキするわ。ラッキー。あと、さっきチラッと映ってた、ここの北で、あのランドクルーザーのお兄様が降ろした人。あの人は実はもうすぐ1年で、トリプルクラウン達成みたいな。1年以内にってことみたいよ。すごいな。一体どれだけ歩くんだ。でも朝5時から夜の10時までをこう淡々と歩くっていうことをやって、そういうのをこなすみたいね。こなすっていうか、まあ彼は北の方で降ろされたんで、多分この童貞で会うことになるかもしれない。また、はあ、ドキドキするね。 PCT って本当毎日。昨日はようやく編集した動画を1本だけホテルの Wi-Fi で上げられたみたい。1本アップロードするのが限界だったな。いいとこだな。
気持ちよく歩いています。昨日一日ゆっくり休んだからかな、まあ、休んだっていうか編集とかやっぱ大変ね。 OK、 which way？ はい、ちょっとね、もうどれが1時間半ぐらい歩いたんでちょっと休憩です。これボンズで買ってきたメガメガサブサンドイッチとかって言って、まあでかいんですよね。セーフウェイボンズ系はこれが売ってるから、まあ今日一日空分として買っときました。でかいなこの木も。気持ちいい感じだよね、なんか風に吹きさらされないし。カーチンコーチンにコテコテいるよ、コテいるよ。しかし PCT はもう本当にいろんなことがありますね。今日もヒッチハイク、ヒッチハイクって毎回緊張するんだよな。まさか拾ってくれた、まあ、2人ハイカーだったんだけど、1人はもうすぐトリプルクラウン達成みたいな、本人は言わないんだけど相方のサンディエゴに住んでるお兄ちゃんが言ってたな。みたいな、あと2週間ぐらいでトリプルクラウン達成みたいな、今年の1月から歩き始めてるとかって言ったかな。で AT の南から北に行って、で CDT のメキシコからカナダに行って、でパシフィッククレストトレイルのワシントンからメキシコに向かってってとこかな。すごいね、そんな体つきに見えないよ。まさかまさかこれ出るの？ライブストックオンリー。あらま。ちょっとしたキャンプ場じゃないの？おう。ノーウォーター。だけどキャンプするには、いい場所だよね。ファイヤーリングもあるし。ということでした。まだまだ歩きます。やっぱ一日休むと調子いいっちゃ調子いいかな。でもさ、昨日その教えられたマレーズっていうハンバーガーが美味しいパブみたいなとこ行ったら8時過ぎに着いたかな、もうキッチンクローズしたとか言われて最悪だったな。ビールしか飲めなくて、ビールとポテトチップで、ジャックインザボックスみたいなとこでハンバーガー買って、めちゃめちゃまずいみたいな。そんな夜でした。で、すぐに部屋にまた戻って、動画の編集ちょっとやって、まあ、1は第16日分だけでもアップできないかな、みたいな。そんなことをやりながら寝落ちました、ね。水ある、水ある。水あるけど、温泉臭い。ここにもいい水。いいじゃないですか、雰囲気が。天候が安定してるからかな。いや、今日のセクションは気持ちいいな。いや、なんかまたビッグベアシティに寄りたい気持ちになってくるね。結構前の、かなり前の方で拾われたから、まだずっと左側ビッグベイシティが近いのよね。休憩です。今2時20分。わかんない、さっき休憩したのいつだっけな。1時間半ぐらいは歩いたと思うけど、あと2時間ぐらい。でかくない？
日本ではこの企画で売らないよね。こんなだよ。はい、水 1.5 リッターいただきました。次行きます。おいしょ。いやー、静かな一日だな。野生のロバ見えますか？これズームできないんだよな。今野生のロバがみんなこっち向いてる。びっくりドンキーっていうことでした。よー、4時ですよ。そろそろサイトを探し始めますか。ここなんかすごくいいけど、今何時？ 4 時？早いかな、わかんないな。 So you started February 3rd and the go north? Appalachian Trail. Appalachian Trail. And then you came back to CDT from the Mexico? Mm-hmm. あの、こうか。Appalachian Trail north. Yeah. Almost all the way. Okay. And I got snow. Oh. So then I start the CDT. Oh. Through New Mexico. Uh-huh.Finish the Appalachian Trail. Oh. And then the CDT south. CDT, oh, south, okay. Like mid-June. Okay. To New Mexico. Uh-huh. Reconnect. And then PCT. And then going down. I went with PCT three sections. I did Ashland, Oregon to Canada. Kennedy Meadows through the Sierra to Ashland, Oregon. And then Kennedy Meadows. Oh my God.I do a, do you know yakitori? What is that? Yakitori. It's a Japanese barbecue thing. Awesome. Yeah, I know. If you come to Santa Cruz, please, yeah. You know, stop by. Let me take your number. Yeah, yeah. Or your email. Or ね、彼と会話してるうちにアニータ君。アニータ君すごいね。彼と会話してるすぐそばの、まあこんな。とこに今テントを張っています。4時20分に終えて今4時50分ぐらいかな。あ、もう5時だね。で今日は活動終了です。空が綺麗だね。ここら辺はね、野生のロバがいるらしくて、ちょっとここら辺野生のびっくりドンキーのうんこの匂いがするんだけど、まあ快適な場所です。で、そう、今日はね 18.6キロだって進んだのが、こっからずーっとこうやって車で連れてきてもらって、こっからスタートしてバーっとこの青いところ、ここまでで 18.6 キロです。ということで、今今日はいい一日だったな。あんなトリプルクラウンの人に会ったり。今日はね、どうやって過ごそうかな。まだこれ食ってます。これもしかしたら明日も持つかも。寝ながら失礼します。今ね、夜9時です。で、22の夜9時、テントの中、今気温は、ここはそんなに標高高くないんだけど2度ですね。2度、オーバーイコートですね。2060m だって。まだ今日あったトリプルクラウン間もなく達成する。トレールネームアニータ。9時なんでまだ歩いてるでしょう。だいたい彼のスタイルは朝6時から夜の10時ぐらいまで淡々と歩き続けるっていうスタイルみたい。すごくない？とりあえず今日はね、今初めてだね、テントの中で動画の編集を、デイ18をほぼ終わらして19を大雑把にやってみたいな。17を完成させたかな。で、そういう感じで初めてちょっと、まあ
5時サンドイッチかじって5時ぐらいからずっとそんな4時間ぐらいかな携帯で作業してました。まあ携帯はあのモバイルバッテリー昨日ホテルでパンパンに充電してきたんでちょっと心に余裕があります。ということでまあ9時なんでもう一旦目を閉じて寝ようかと思います。お疲れ様でした。明日も頑張ります。22日目終了です。今日は大して歩いてません。 GoPro ビデオストップ。